この影見える？頭っぽい、ここら辺の。見えるって聞くなよ。わ からんから。や、なんかさ、さも当然のように言われました。おはようございます。はい、七代家の毎日投稿のお時間でございます。七代家の七代です。スマホです。はい、というわけでございましたね。今回はこの二人でやっていくんですけども、まあ、昨日の引き続きでございましてね。うわー、楽しみだねー。Google ストリートビューで巡ってこうぜという企画、公演でございますけども。前回に引き続き、ケジョ沼レジャーランド見ていこうと思います。レジャーランドです。ね。まあ、前回はですね、ちょっとホテルの方とね、あとはなんかゲートボールのとこですね、とかね、見ましたけども。それ今回ですね、まあ、大本命の一番有名な遊園地部分のね、観覧車とかがあるところの廃墟、まあ、外ですね、外の廃墟の方をちょっとね、見ていくっていう感じでございます。果たして今回はどんな人が映ってんのか、ね、前回はね、その、まあ、幽霊といっても、まあ、ちょっと楽しそうにしてる人たちがいっぱい映ってるという感じで、まあ、ちょっと本当に、まあ、レジャーランドだねっていう感じだったんですけどね、今回どうでしょうと。はい。早速見ていきましょう。さあ、こちらでございますね。という話で、まあ、前回はですね、この辺りを見たんですけども、ちょっと今回はですね、この辺りを見ていこうかなと思いますね。ここはちょっともう建物があるように見えるんですけど、まあ建物というか観覧車とかがあるって感じですね。はい、というわけでございまして、こっち側ですね。はい、見ていきましょう。ここです。建物はあれですね。多分別のやつですね、これね。観覧車とかじゃないですね、これ。まあなんかあったって感じですね。まあ多分その遊園地部分の入り口とかなんでしょうね、きっとね。うん。さあ、というわけでございまして、あ、なんかこれ一緒に回ってるね、女性の方でしょうね、きっとね。お、来たねー。これすごいね。すごいね。これ壮観だね、本当に。これ残ってんだぜ。すごいね。これすごいな。なんかもうずっとこのまま残っててほしい。ね、なんか本当にそういう気持ちになる。お、すごいすごいすごい。お、すごいすごいすごい。え、なになになに？すごい、ちょっと近づいてみて。近づいてみて。あ、メリーゴーランド。すごいすごいすごい。すごい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 。すごいすごいすごい。え？人が一人ずつ乗ってる。どういう状況？全部乗ってんの？全部乗ってる。そんなに？なんか、何がすごいってさ、子供の体なのにさ、顔だけが真っ黒で見えないんだよ。でもね、楽しそう。ちょっとでもね、で回収できないぐらい気になる部分があるんだけど。はい。真っ黒ってどういうこと？いや、なんかこうわさわさわさってちょっと見えない。ほう。あ、輪郭はわかる。輪郭はわかるんだけど、なんか顔だけ墨汁ベって貼ったみたいな感じで。うわ、何それ？子供？子供。子供。でも顔がわかんないから、なんかあれなのかな、僕があれかな、顔がおじさんのやつばっかり見えてるって言ってるから、なんか隠されたのかな。いや、わかんないけど、そんな配慮するか、幽霊側。せんやろうけども。まあ、ちょっと一応ね、初見の方に説明すると、くま子は子供の霊が見えないもんね。はい。基本的に。で、子供の格好、体のその大きさとかは子供なんだけど、顔を見たら、もうシワシワのおじいさんとかおばあさん、おじいちゃんおばあちゃんとかってことは多々あったんです、今までも。で、不思議なんだよね、それがね、子供の姿形で顔も子供っていうのがほとんど見たことがないってことだったので、ちょっと今回も、どっちだっていう子供って言った時に思ったけど、黒いんや、ここが。黒いのよね。黒い。これは膝のシワとかで判断するしかないのかな、これ。むずくない？年齢が出るところ、首とかさ。首筋言うよね、年齢出るってね。そう、どんだけ顔のところがね、ね、若作りしてても、ちょっと首筋で分かっちゃうみたいな話とかね。この話聞きたい人多分いないだろう、これ。聞いて嬉しくないのもん、多分。でも判断できないでしょ、ここから見て。分かんないね、うん。ちょっと拡大しようか、一応ね。拡大して。分からんな。やっぱ分かんないんだ。分からんな、なんか普通に。もしかしてこれ対策、シワ対策してんのかな。シワ対策、そんなことある。もう普通に子供なんすわ。子供なんだけど、こういう感じ。はいはいはい。うわぁ、塗りつぶされている。うん。なんだよな、なんやろ。でも、あ、待って、ちょっと待って、ここの子が乗ってるんだけどさ、
こうちょうど鼻から上が黒くて、うん、口が出てるんだけど、はいはい、ほうれい線くっきり入ってる。巧妙に子供に見せかけたジジイじゃねえか。うん、何をやっとんねん。これは悪いですよ。悪いですよ。年齢をごまかすって悪いですよ。いや、じゃあ、あなたが悪いですよって言うと悪霊いるのかなってなっちゃうから。サバ呼んだジジイがいる。サバ呼んでる。悪いですよ。それはでもサバ読みジジイですよね、あくまでね。読んでますよ、うん、サバ読みは悪ですよと。うん、ですね。じゃあもう別にこ怖い感じじゃないね、もうもはやね。なんか、うん、今ので確信した、大丈夫です。あ、よかった。びっくりした。なんかすごい怖いこと言い出すから、なんかちょっとやべえの見てんのかなと思ってた。びっくりしたけど。まあでもメリーゴーランド残ってるのすごいね、これね。ね、それはみんな楽しくて乗っちゃうよね。なんかね、ここでもちょっとあの補足情報言うと、うん、なんかその廃墟として残し続けてるんですよ。うん、うん。で、だからこそ廃墟で撮影とかで使ったりみたいな形で、うん、その、まあ、やってるのがあったりするから、何かしらの媒体で、ここのそのね、メリーゴーランドとか、まあ、後で見に行きますけど、観覧車だったりとか、を見たことあるよって人はいるんじゃないかなと思ってますね。うん。今気づいたんだけど全然関係ない、順番待ちしてんじゃねえこれ。あ、いるんだ他にも、うん、順番待ちしてる人、順番待ちしてんじゃねえ、おもろすぎるでしょ、うん、まあ律儀やな、ちゃんと順番待ちしてな、まあ、ちょっと他のとこ見に行きますか。じゃあ観覧車、あ、手前にですね、これなんだろう、これあれじゃん、ぐるんぐるん回るやつじゃん、これぐるぐる回るやつだよね多分ね、うん、これなんか乗ってたりとかすんの、すごい、なんかさ、手あげてる、さっきの子供みたいなおじいさんが手あげて乗ってる。顔は？顔はまた黒いんだけど、でもあれですよ、あのパターンだと思います。ここから黒くて子供のような雰囲気出してるけど、ほうれい線めっちゃあるみたいな、もうミステリアスサバ呼びジジイですね。もうミステリアスじゃないじゃん。ミステリアス風にサバ呼んでるジジイですね。サバ読みジジイ、サバ読みババアたちの集まりと。しかもこれさ、手上げて乗ってるってことは動いてた頃を知ってるってことだよね、きっとね。あ、どうなんだろう。でもこの形状見たら、ね、別にこうやってやったりしそうだけどね、なんか。うん、普通に座ってね。ゆっくり動くやつだったらウケるけどね、逆にね。なんで手上げちゃったのみたいな。これでもなんかさ、お花柄とかついてるしさ。うん。すげえゆっくり動くやつだね、これ。樹脂蔓延のすげえ速いパターンもあるからな、こういうファンシーな柄で。あ、そうなんだ。うん、どうなんだろうね。一応なんかね、いろんな、なんか、なんだ、アトラクションがありはしたっぽいけど、うん、そんな激しめのものは多分ない。ああ。とは思うかな、ここは。激しいのが乗りたかったのかな、みんな。あ、でもそうなのかもね。その幽霊たちが激しいのご消耗なのかもしれないの、俺ちょっとね、もしかしたら。で、誰より遅いとか言ってさ。こうやって上げてるけど、もっと早く動いてよ、みたいな。これ前後に揺らしながらって、早く、みたいな。ロデオみたいな。エアロデオ。ほんまやで。落ち着けよ、お前って話だな。すごいなぁ。まあ、これね。うわぁ、すごい。すごいね、これ。なんかさ、ポツポツとしか見えないけど、多分これ人乗ってるね。乗ってんの？うん、薄くしか見えないけど。ウケる。ねえさ、これどうやって降りるんだろうね。確かに。いや、同じことも向こう考えてたらウケるよね。しかもこれさ、動いてないじゃん。うん。幽霊の人たちはさ、ここに入り込んじゃって、どうするつもりなの、これ。ね、どうするつもりなんだろうね。どうやって乗ったんだろうね。いや、本当だよね、これ。無事登ったんかな、これ、わざわざ。これ、どうすんだろうね、本当に。どうすんだろう、なんか逆に心配になっちゃった。怖いより心配が勝ってる、今。ねえ。降りるって。まあでも楽しんでるってことか。うん。どうするここにいる人、もしここにいる人がいるんだったらさ、このてっぺんにさ、人がいるんだったらさ、悲しそうな顔でこっち見てるってことは降りれないってことなんだって勝手に思っちゃうもん、なんか。あ、そうだね。普通の怪談話だったら、悲しそうにこちら見てるって言ったら、うん、未練が残っていて。誰か助けて、私のことに気づいてっていうやつだと思うんですけど、うん、ちゃうよな。違う意味での、レスキューしてたよね、もう。助けて、私に気づいてっていう意味が変わってくるよね。うん、意味全然違うもんね。ヘルプミーだもんね、どっちかっていうと。もしかして高いところからさ、見てる、透けてる人たち、そういう思想なんじゃない？なんか、助けてとかさ。あ、そういうこと？ええ、わかんないけど。なんか、未練云々の前に降りれないっていう。もうたまにね、あるよね、その廃墟とかのさ、なんかさ、結構多いなと思うのがさ、ちょっと脱線するけどさ、うん、
その病院、廃病院とかさ、ああいうとこ行くじゃん。で、心霊スポットになってるようなとこ行くじゃん。大体さ、女がこちらに向かって、窓のね、とこに女が立ってた、みたいな言われるのってさ、1階じゃなくてさ、最上階なんだよね。うん、結構。か、うん、屋上、うん。屋上から見下ろしてきて、あれもしかしてあれかな、悲壮感漂う、出してほしいなのかな。もう、降りれないって。なんか階段が崩落してて降りれないんです、ってやつが。うん、どっから入ってきたらか、迷っちゃったんです、みたいな。いや、もう関係ないやん、幽霊なの。スッて降りてくれよ。スッて来いよ、スッてって。ね、思っちゃうけどね。ちょっとじゃあ進みます？うわ、すげえ、目の前じゃん。おー、すごい。ここ一番よく見えるんじゃない？ね、あ、でもやっぱいる。やっぱいる、やっぱいる。いるんだ。いるいる。あ、こっち見て、こっち見て、こうなってるから、うん、多分降りれないんだよ。こうやってるもん。そう。降りれないんだよ。出してっつって。なんでやねん。ちょっと顔が困ってるもん。あ、そうなんや。降りれないんだよ。どうしようって顔してんだ。でも2016年でしょ。多分まだもう、まだ降りれないんだよ、きっと。もう、だからまだというか、多分もう降りれないと思うよ、ずっとじゃ。もうここまでずっと引きずってたら、多分もう降りれないと思いますよ、これずっと。降りれないんだ。なんとも言えない気持ちになりますね、これなんかね。ちょっと。頑張れってなっちゃうね。すごいな、でも。これは、あ、こっち側に近い。おー、なんか全然ちょっと出た、まだ。コーヒーカップみたいな。うわ、残ってんだ。あ、すごいすごい。あ、ここのね、たもとというか、にあった。すごい。やっぱ座ってる人いるね。いるんだ。いるね。じゃあもう全アトラクション全部制覇してるじゃん。もう、しかもなんかあれ、これよ、これあれよ、回すのは俺やでみたいな。あ、取り合ってるんだ。取り合ってるね。回らないコーヒーカップ、取り合ってるね。ちょっと可愛いな。うん。あ、そう。すごいね、これ。なんかこの、傾いてるコーヒーカップに佇んでる子供風おじさんが。もうあれでしょ？子供の姿見ても全部おじさんだと思ってるでしょ？全部おじさんおばさんだと思ってるからもう。なんも信じないぜって。そうだね。お前らの見た目年齢なんも信じないぜってなってるよ。そうだね。ここまで裏切られてるともうさすがにちょっとね。うん。はいはい、おじさんおじさんみたいな。でもすごいね、なんか。だから、あれか。その当時の感じの遊び方をしてはいるけども、このひしゃげてしまってるコーヒーカップとかの認識もしてるわけだね。うん、多分認識してる人もいるね。あの、ここはもう終わってるんだって。多分半々ぐらい、なんとなく。ああ、そうなんや。うん。そのまんまの感じで、本当にそのまんまの雰囲気楽しんじゃってる人もいるってことなんだ。うん、はあ、なるほどね。ちょっとこれ、あれだね。ここ、乗り場？もうちょっとまあ見えるね、若干。人いる人いる。あ、いるんだ。ちょっとぼやけてて性別がわからないんだけど。うん。多分動かしてる風な。あ、そうなの。ゴッザニアの住人。ゴッザニアっていうの。フレンチバージョン。もう、またあの、ゴッザニア、ゴッツも今日からもうあれやん、他のなんかあの、レジャーランド跡地とかのさ、またストビューで巡るときに、ゴッザニア開演とか言うやつでしょ、みんな。やめろよ、マジで。まあ、でも全然あのうちのね七代家の視聴者の方はねあの全然その熊子の言ったワードを拾っていただいて全然構いませんのでごっつぁにはねえじゃないはいというわけでございましてねここにもいると、はい、やっぱ本当にめっちゃいるね、うん、でこれあこっち側行くとあこれさっきとかねでこっち側がコーヒーカップでなんかまだいろいろありそうだな、これちょっともうちょっとなんかすごい意外とってあれだけど、いっぱいあるんだね。そうだね。いや、あ、おー、なんか、また違うとこ出てきたな。ちなみにさ、うん、こういうとこ歩いてる人とかいたりするの？あー、でもポツポツ見えるは見えるんだけど、なんかそこまで楽しそうじゃないからいいやと思ってほっといてた。あ、そういうこと。楽しそうじゃないっていうか、なんか普通に歩いてる。あー。なんかアトラクション乗ってる人たちと温度差あるかもね、ちょっと。温度差？ああ、あるかもね。もしかしたらなんか工事とか管理してる人の後ろについてた人が取り残されたとかっていうのもあるよね。ああ、なるほどね。可能性あるな、確かに、うん。あとここに来た人いっぱいいるからね、多分廃墟として。ちょっとまあこれ戻りながらってらちょっとね、見ていきますけども。ねえ。結構ね、そのパターンあるんじゃない？おお、ここ近いな。近いね。まだ迷ってんね。てか降りられないんじゃない？やっぱ。一番上乗ってねえかな。あ、
ちょっとかすかに頭だけ見えるんだけど、これで泣いてたらウケるね。かわいそすぎるやろ、これ。いるんだね、でもちゃんと。多分ね、書くところ載ってんじゃないかなって。これ全部載ってるのか？この影見える、頭っぽい、ここら辺の。見えるって聞くなよ。わ からんから なんかさ、さも当然のように言われました。写真がぼやけすぎてて、自分にしか見えてないのか、みんなに見えてるのそういうか。ことね。確認したかったのね。あ、オッケーオッケー。どこ？ここああ、そこ？の半分と、ここのてっぺんのここら辺、うん。ちょっと覗いてるのいと、や、見えないね。あ、じゃあ、あれだ、泣いてる？泣いてるよ、きっと。きっと泣いてるよ。降りられないんだよ、もなんか、ちょっとかわいそうになってくるんだな、こう。う。みんな降りられないんだよ。なんで観覧車登っちゃったんだろうね、本当にね。ね、それが、なんか、いつの間にか止まっちゃったとかさ。あ、そういうこと。じゃあ、もしかしたら、これあれか、稼働してた時からずっと乗ってて、休園ですっていう、その最終日というか、いつものように閉園して終わったと思ったら、あれ？誰動もかないぞ。誰も来ない、みたいな。動かないみたいな。ってことが起こった結果、取り残されてしまってると。なんか、かわいそすぎ？ そうだなって。お、すごいことなってるな、ほんまに。なんかわからないけど、今まで見た以上に一番状況がかわいそうだなって思ってしまった。そうね。正直。だって地味に困るよね、降りられないって。だろうよね、これ。困るでしょ、それ。自分の力じゃどうしようもないことって本当怖いなって思った、これを見て。あ、でもやっぱこうやってね、でもすごいっすね。やっぱこの広大な土地にさ、こんな感じで、ね、全部こ残っんてなに。るわけじゃないですか。で、ちょっとね、実を言うとね、最後にちょっと話をしたいことがありまして、何だ、怖い話。いや、怖い話じゃないんですよ。ここで、ね、心霊スポットじゃないんですって前編の時に言いましたよね。言ってた。心霊スポットじゃないんですよ。で、まあ、閉園した理由も、まあ、ちょっと最初に紹介した通りで、まあ、やっぱりこう、バブルが崩壊したことによって、まあ、来場者数がちょっと減ってきてしまったりとか、まあ、その時期で亡くなったものってたくさんだよね、ホテルとかも。で、だから、バブルが弾けた時に、いっぱいその亡くなってしまったのが今の廃墟になってることが結構多いんだけど、ここもまあ、例に漏れずそうで、いわくとかもよくね、たまにそれをいわくがあるとか、なんか言ってる人とかね、例えばオーナーがなんかね、死んだとか、いろいろ言われたりしてるんですけど、全然そんなのなくて、オーナーさんずっとご存命なんですよ。おお、だそれし、は勝つね。そうなんですよ。結構これちゃんと大っぴらにこれ持ち主の人がちゃんと言ってるんですよ。私が持ってますも言ってるし、で、廃墟のままにしてますってのも言ってるんですよ。で、これなんで廃墟ずっと残してるかっていうのが、ちゃんと理由があるんですよ。というのは、このケジョ沼レジャーランドっていうのは、ある意味で、最初に言った通りで、やっぱ仙台という街が火の海に包まれてしまった時に、仙台を活気づけたいと思って、もう資材をバーンって投げ打って作った場所なわけですよ、簡単に言うと。だからその宮城の人たちにとっての、まあ、ある種の憩いの場だったりとか、まあ、復興の証的な場でもあったわけですよね、ずっと。で、その場所が今こういうふうに廃れてしまって、廃墟として一応売り出したりとかして、維持をし続けてるわけですよ。それは、この廃墟をまた誰かがちゃんと買い取って、ちゃんとレジャーランドないし、ちゃんとした名目の使用、首都で、ここの場所を使ってほしいからってなんでね。復興させてほしいってなんだよ、そのランド。だから、それを待ってるっていうことらしくて。そう、だからこそ、何にもないのに、しかも噂によるとね、これね、地元の人はね、心霊スポットなんて誰も言ってないらしいですよ。あ、そうなんだ。そう。だからこれ、外から来た人、勝手に言ってる状況なんですよ、今。なので、私的にはね、まあ、ちょっとチェックしてるわけじゃないんでわかんないですけど、もしかしたら YouTube とかで、ここは心霊スポットでとか、こういう噂があってって上げてる人はいると思うんですけど、正直言うと我々もね、今、幽霊の話しちゃってるから で、心霊スポットじゃんって思われるかもしれないけど、ちょっと七白家のね、熊子の見てる幽霊はちょっとまた別の 枠ということでちょっと考えてもらって、いわゆるなんか怖い、いわくのあるような、なんか行って、なんかその、肝試しが楽しめるような幽霊たちがいる場所じゃないわけなんです、ここ本来であれば。そこだけはちゃんと伝えといてあげたいなーっていうのが、私の願いでございました、というそうだところ。ね。
観覧車降りれなくて泣いてる幽霊がいるみたいなさ、そういう認識でいてくれれば。そうだね。で、行くとしても廃墟として探索していって、まあ、熊子の話聞いてね、興味持って、まあ、ここ今行けるかちょっとわかんないですけどね、問い合わせたらもしかしたらロケとかで使わせてくださいとか、まあ、何か理由があれば、もしかしたら OK が出るかもしれないですけど、まあ、もし行きたいなと思った方とかは、必ず正規の手続きを踏んで、ここ持ってる方がちゃんとしてる方だと思うので、そこに直接連絡取っていくのがいいのかなと思いますし、幽霊がね、どうのこうのの騒ぎもしないようにな、熊子さん、怖いって言ってたから、ここは心霊スポットだよなんて、もう、まあ、くれぐれも間違えても言わないでいただきたいなっていう、ところでございますと。ね。だこうやって見ると、なんかすごい夢の跡って感じはするけど、もしかしたらね、数年後とか、10年後とか、わかんない、どっかのタイミングで、これがまたぐるぐる回って、ね、泣いてる人たちが降りてこられる日が 来るかもしれませんね、というとこもうろでございまして。心から拍手したいよね。うわ、よかったねーってなるよね、それだっそうたら。ね、でも本当になんか、廃墟の時にももちろん行きたいけども、復興してからも、ちょっと気になるよね、そういう場所だったらね、やっぱりちょっとね。という感じでございまして。はい、というわけで。今回なんですけどね、ちょっとね、2回にわたって、ケジョ沼レジャーランドを見ていきましたけども、まあ、廃墟ですね、れっきとした廃墟ではあるんですけど、ちょっと気になってたのがね、やっぱもともとその、なんか、レジャーランドじゃないけどさ、その遊園地とかさ、まあ、なんちゃらランドってあるじゃん、いっぱい。そういうなんか、レジャー施設的なところってさ、幽霊が結構いるって話は、くまくましてたから、実際どうなんだろうと思って見てたんですけど、やっぱめちゃくちゃいましたね。めちゃくちゃいたし、めちゃくちゃ楽しんでたし、めちゃくちゃ降りられなくなって悲しんでる人もいたっていう。なんか本当夢の後、人間が現実で夢を楽しんだ後も楽しんでるみたいな。ああ、でも、それすごくない？なんか。だってね、生きてる人間ってさ、動いてたりとかさ、綺麗だったりとかさ、そういうものばっかりに目が行くじゃん。でも、幽霊たちってそれ関係なかったりするわけじゃん。こういう跡地があったりとかすると、それ楽しんだりとか、群がったりできてるわけじゃないですか。残り香を楽しむができるって、幽霊と、あと廃墟付きの人間だけだよなーって、ちょっと思ってるので。確かに。なんかそうやって楽しんでるところを、やっぱ心霊スポットだなんだって言って邪魔するのもよろしくないなってちょっと思う。そうね。まあ、実際ちょっと私も廃墟好きではあるんですけど、心霊スポットとして行くのはあんま好きじゃない、好まない派の人間なので、まあ別にそれで心霊スポットに凸するとかの配信やってる人どうのって言う気はないんですけど、まあなんかその、やっぱり廃墟は廃墟としてね、やっぱこう楽しむっていうスタンスの人間でございますので、やっぱちょっといろいろ考えさせられるとこもあった、ありつつ、まあ、幽霊たちがおもろかったという感じでございました。はい。というわけでございまして、今回の動画面白いと思った方はよかったらいいねボタンお願いします。そしてご感想等はね、よかったらコメント欄にいただけたらと思います。そして、まあ、七種の系をここで知っておった方よかったらね、ぜひぜひチャンネル登録もね、よろしくお願いしまよし。す。それじゃ、またね。いってらっしゃい。いってらっしゃい。春、天気良くなったらお出かけしに行こうそうだねね。まあ、天気悪い日もあったりしますけど、天気が良くなったらね、もうそろそろ暖かくなってきますからね。はい。いってらっしゃい。いらっしゃい。滅べスギ花粉、マジで。つらい。まあそうだよね。